気がついたんだ。よかった。アノンナ、どう？お目覚めになったの？という船の中なの。私カノンノ、あなたは？いい名前ね。無事で何よりだわ。あなた空から降ってきたの。お目覚めのようですね。ようこそヴァンエルティア号へ。僕はチャット。この船の、まあ、くつろいでください。我々は海賊ですが、何？漂着者から奪ったりなどはいたしません。それにしても、空から降ってきたとか。海上、ねえ、チャット。これから最寄りの港へ送ってあげたいのだけど。そうですね。そうしてあげた方がいいでしょう。で、あなたの国はどこですか？それは本気で言ってるんですか？まさか。どうやら本当に自分の名前以外記憶がないみたいですが、落下した記憶がない？それじゃあこの方ここにいてもいいんじゃないんでしょうか、船長さん。構いませんよ。ただし、働かざる者食うべからずです。僕の子分として立派に発車と。これよりヴァンエルティア号の一員としてあなたを迎えます。カノンノさん、この船について簡単に説明をお願いしますね。はい。知らないんじゃないの？後輩は先輩に絶対服従。あんたは
は今日から働くってわけでしょ。じゃあ私たち先輩じゃん。その掟今イリアが作ったんじゃないの。あらん鋭いわねルカ君たら。ほらイリア君も挨拶しないと。あーもう分かったっての。私はイリア・アニーミよ。ま、とりあえず仲良くやりましょう。当然敬語は不要だからね。よろしくな。でもよかった、カイウスより素敵な人でこれから楽しくなりそう。なんだよその言い方は。俺じゃ楽しくないってのか。言った通りよ。文句ある？あるよ、当たり前じゃないか。だいたいお前ってやつはさ。はいはい、そこまで。それじゃこれからもよろしくね。君か、チャットが言ってた新顔は。で、なんで空から降ってきたんだ。ほら、キール、そんなの後でもいいじゃない。まずは自己紹介からでしょ。な、何言ってるんだ。僕らは会場にいるんだぞ。事故があったなら、危機管理上、知っておく必要があるだろう。もうそんなに必死になんなよ。とにかく、挨拶から始めようぜ。俺はリッド・ハーシェル、よろしくな。私はファラ、ファラ・エルステッド、よろしくね。それで、この学者っぽいのが。おい、自己紹介ぐらい僕にさせろ。それに、学者っぽいってなんだよ。僕は歴史とした学生だぞ。まあいい、僕はキール・ツァイベル、さっきも言ったが学生だ。何か知らないことやわからないことがあったらまずは僕に聞くといい。とまあこんな感じ。仲良くしようね。紹介がまだでしたわね。私ここで家事全般のお世話をさせていただいてます。趣味は恋愛小説を読むことですの。月に10冊は読んじゃうんです。それにしても男前でいらっしゃるわね。こりゃ町の女たちがほっとけやしませんよ。もうそっちの方もお盛んなんでしょ。あらあら、私ったら何を言ってるんでしょうね。え、私が船に乗る理由ですか。ええ、アノンナと一緒に旅をしてましてね。まあちょっとここでしばらくご厄介になってるんです。
それにほら、こちら年若い方ばかりでいらっしゃいますでしょ。私が面倒見なきゃと使命に感じましてね。ではごきげん遊ばっせ。
みんな行くぞ。ほっ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 ほ